んにちは、プロプレイ奏者の粟田優作です。今回は右手のストロークですね、コードを押さえた状態でジャカジャカ鳴らす時のこの使い方ですね。これ結構迷いがあったり、うまく鳴ってこないとか、思ったような音量が出ない、音色が悪いなど様々な問題を抱えている人が数多くいます。でこの原因っていうのは弦にあたる指先の問題もあるんですけども、多くの場合この肘の部分の使い方があまり良くないがゆえに、迫力であったり音量であったり動かし方がいびつになったりっていう原因になっていることなんですね。で肘ってあまり意識しないと思うんですけども、ジャカジャカ弾くときにこの手と肘の間のこの辺りでボディを支えてしまうと、もう手首でしか鳴らすことになりません。だから音量も必然的に小さくなってしまいますし、動きとしてもダイレクト感がなく、結構手首が疲れてきやすい、そしてまあ痛みの原因を作ってしまうことになるんですね。だからまず肘はしっかりとボディのお尻の部分にこうくっつけて、ご自身の手が来る場所弾けばいいです。だから無理になんかここら辺を狙わなきゃっていう無意識でこうやってやっちゃうと、やっぱり肘と手の間のこの辺で支えようとして、こんな風に手首だけを振ってストロークしちゃうってことになるんですけども、それではやっぱりいつまで経ってもしっとりしたのびのびとしたストラミングにはならないので、肘をしっかり置いて手首をこうやって扇状に動かすように意識してみてください。まあ伸びやかなストロークと言えます。逆に肘を下げてしまって、この真ん中で置いた状態で無理にこのねホールを狙って弾こうとすると、そう、つまり音量も小さくなりがちだし、手首の力に依存するので、ここが正直辛いです。そして持ってる時のバランスが悪いから、こっちでしっかり支えようとして肩も上がってしまって、必然的にバランスを取りながらなんとかジャカジャカストロークを弾いてような状態になってしまうので、まずはちゃんと体で支えるっていうことが大事。そうしないとこんなに大きな動きをウクレレ本体にジャカジャカ与えている状態っていうのは保てません。ぐらぐら揺れてすごくね不安定な状態になるので、それがないような状態を作ってから初めて弾いてあげる。そのことによってしなやかな演奏に生まれ変わると思います。あくまでこの肘のこの内側の部分をしっかりとボディにつけて安定した状態で弾くことを心がけて、ストローク演奏に取り組んでみてください。それではまた。こちらはまあほぼ B パッドと似てますね、前半はね。ただ G7 というコードがね入ってきますので、そこだけ注意してくださいね。ダウンストロークの時はこちら、アップストロークの時はこちらみたいな形ですね。一本の指で使い分けていく、そうするとね非常に歯切れがよく演奏できますよということですね。で、それでは次に G というコードの押さえ方についてお話していきます。1弦は中指、2弦は薬指、3弦は人差し指で、このように三角形の形と覚えて押さえてください。